ざ災害に備え訓練に励む消防隊員。このほど川崎市消防局に頼もしい助っ人が登場。西ドイツ製の最新鋭のはしご車です。梯子の先端をビルの窓枠に固定し、一度に8人の救助が可能です。また2人乗りのバスケットを梯子の先端につけ、隊員がコントロールしながら救助や放水ができます。上向きでしか使えなかったこれまでのはしご車に比べ、下向き15度まで下げ、川に落ちた人の救助や応急の橋として使えるのも大きな特徴です。建物の高層化が進む川崎市、この最新鋭はしご車は様々な災害に威力を発揮します。